ブバカルバリーは、コートジボワールアビジャン出身の元サッカー選手。コートジボワール代表であった。現役時代のポジションは GK。クラブでは、コパという愛称で呼ばれるが、コートジボワール代表では、本名で呼ばれる。イセクミモザでキャリアをスタートさせた時は、ミッドフィールダーだったが、その後ゴールキーパーにポジションを変更した。2000年に、フランスのスタッドレングに移籍し、 ペトルチェフの控えを務めた。2003年に移籍した KSK ベフェレンで飛躍し、2007年には KSC ロケレンに移籍した。2008から09シーズンにはリーグの最優秀ゴールキーパー賞を受賞した。2009から10シーズン開幕戦はレギュラーとして迎えたが、10月に足を疲労骨折して手術を行い、そのためにユーゴスラフラジッチにポジションを奪われた。 2010年1月のアフリカネーションズカップで復帰したが、準々決勝のアルジェリア戦で、ロスタイムに2失点して、敗退の要因となったことから批判を浴びた。2月6日のキロボルトメヒエレン戦で、リーグ戦にも復帰した。2000年6月18日、チュニジア戦で、コートジボワール代表デビューした。2006フィファワールドカップに出場し、 グループリーグ最終戦のセルビア・モンテネグロ戦に出場して3から2で勝利した。2008年5月にはキリンカップのために来日したが、日本戦には出場していない。2010年初めの短期間、コート・ジボワール代表は監督不在だったが、3月にスベン・オラン・エリクソン監督が就任すると、バリーも引き続き代表に選ばれた。2010年5月、2010フィファ。 ワールドカップ本大会に出場する23人のメンバーに選ばれた。初戦のポルトガル戦は無失点に抑えたが、2戦目のブラジル戦では3失点した。ありがとうございます。